大友隆二のリトブリサタデー、リトブリサタデーのお時間でございます。やってまいりました。はい、ちょその子はいつもよりなんかここ最近さ、はいね、リトブリサターで私、はい、あのセンターに座らせていただいて、そうですね、大友隆二のリトブリサターでですから、はい、センターで、ね、やっとここ最近真ん中座って両サイドでね、うん、まあ、はい、リトもレギュラーメンバーで最近やってたんですけども、うん、たまにはさ、はい、やっぱりまた原点に帰って他力本願でもいいかなということでもうね50分喋るの結構疲れるわけですよ。いや、まあ確かにそうですね。やっぱりゲスト呼ぶっていうことで、はい、今回はね、逆にやっぱ我々はやっぱりこうリトモももちろん大事にしなきゃいけないけど、うん、リトモで頑張ってるくれてる子たちのことも支援していきたいじゃない。はいはいはい、はい、ね、やっぱりその子たちがやっぱり売れてくれることを望んでやってる店でもありますから、はい、今回は一応この距離は何のためかといったら、はい、ここに2人が一応来るわけですよ。そしてこのマスクもということ。そうなんですよ。だいたいいつも呼ぶとなったら1人が多いんですけど、今回は一応2人ということなんで、はい、2人となるとこのスタジオにやっぱちゃんとそれは、ね、制限があるわけですよ。あるわけなんですね。ちゃんとまだねこんな状況にはなったとしても、うん、コロナ対策は万全だよってことで、そうです、ちゃんとこの私たちフェイスガードじゃなくてこれマウスガード、マウスガード、ね、はい、してお送りさせていただいておりますけど、はい、それ以外の対策、はい、感染対策をちょっと簡単に説明しておきましょうか、ね、そうなんですよ、はいはいはい、我々今ねこのフェイスガード、うん、マスクしておりますけども、はいはい、一応ですねこちらの密室空間にはこのトレイルフレッシュという機械が置いてありまして、うん、こちらなんですけども、あの空気が常にあの、ね、清浄化されるということで、うん、オゾンが発生して素晴らしい、とてもねあのクリーンな状態になっております、うん、そしてですねこのねあの建物入る前に我々も検温しておりますし、うん、交通経路とかもですね記入とかしておりますので、安心してみていただければなと思います、うん、何の心配もございません。大丈夫です。はい、ということでございましてね、何の害もない我々2人で、はい、ね、まずは害のない2人で、そうですよ、いや本当そうですよ、ね、まあこれは2人来るということは、まあ、年末にかけてもいい宣伝になればということで、そうですよ、はい、2人がねこれ今日出たことによってお仕事が増えてくれればいいな、はい、というかね、まあまあ出てきてから説明しますけれども、そうですね、きっとね今日また見てもらって、あ、そうだなって、呼びたいなって思うと思いますよ、はい、いや、うちのお店ももう年末に向けて今頑張ってますからね。そうだね、はい、まあ年末年始やっぱりリトマをもうやっぱり毎年ありがたいことに忙しいですから、はい、そうなんですよ、ね、今年はやっぱりコロナの影響とかもね、去年はもちろんありましたけど、今年は少しはまた緩和されるんじゃないかなと。いや、ようやく緊急事態宣言明けたんで、今年は忘年会やる企業さんのところ増えてくるんじゃないですかね、と言いたいところですけれども、はい、また小池さんが余計なこと言ってましたけどね。いや8人までに、まあまあまあありましたよね、確かに、まあ、いろいろありますけど、まあ、向こうはねちゃんとそれなりに言うのが仕事ですからね。そういうことですね、はいはい、我々もちゃんと守ってやっておりますので、はい、健全なお店とそして健全なスタジオでお送りさせていただいております、はい、さあ、感染対策の話もしましたんで、うん、まあ、リトモの話もちょこっと触れましたんで、今日はでもゲストに時間を取りたいんで、もうすぐちょっと CM 一発ご紹介させていただきたいなと思います、はい、我々のスポンサーさんでございます、うん、サポーターさんでもございます。まずは東京唯一のこういうスタイルでやっております、うん、ジムでございますね、はい、P ウォッシュさんです、うん、どうぞ P ウォッシュ。いつまでも自分が思う自分であるために体を鍛えるんだ。ある偉い人は言った。人生とにかく汗をかけ。プールで泳いだ日はよく寝れる。コロナ感染対策バッチリでトレーニングできます。完備。会社帰りに気軽にゴルフ練習。総合フィットネスクラブ P ウォッシュ東長崎駅徒歩2分。はい、はい、P ウォッシュさんの CM ご紹介でございましたけど、うん、いやー素晴らしいですね。
CM 作ったのがうちの、リトル清宮と言いました。そうですね、はい、今はね人気の日ハムのリトル清宮、あ、じゃあ、ね、はい、清宮幸太郎のモノマネをしているうちのリトル清宮、はい、まあまあ、複雑では話がまた、そうですね、北野武さんのモノマネもしているジャン藤谷が、はい、動画も作っております、ね、そうなんですよ。なんか短い動画制作とかもねジャンやってるみたいなんで、よかったらこちらの方もご依頼いただければアンカでジャン動画サービスセンターですね、そうありますんで、はい、よかったらこちらもおすすめでございます、はい、そしてピーボッシュさんなんですけども、はいはい、筋肉食堂さんとコラボしておりますし、うんうん、冷凍宅食サービスとか、うん、あと終わった後とか筋肉食堂さんのご飯も食べれるということで、はい、よかったらトレーニング終わりに食べていただきたいなと。 そうよ。そして今流行りのサプリサーバーですか。サプリサーバー、これはちょっと体験しないと、早く、これは早くやらないと、もうちょっとね、まあ、まだやってないのかって思われちゃうけどね。そうですね、ほんとサプリサーバー早めに体験したい。もう自分に合ったサプリが出てきますからね。そういうこと、無駄なサプリを今取りすぎてるのは自分でよく分かってるんですよ、はい、はいはいはい、だからもうおしっこが黄色い、ね、だから無駄なものが出るわけだからそうですね、だからちゃんと欲しいものだけを選んでくれるのがサプリサーバーでございます、はい、これはもうピオさん行けばもうすぐにありますので、はい、これをね、ちゃんと体験していただいて、はい、自分に合ったサプリメントを摂取、はい、そして冷凍宅食サービスの筋肉食堂さんのものを食べれば、うん、自分の求めている体になると、うん、そうなんですよ、モテるフォルムになるということ。そうなんですよ、プロテインなんて飲まなくてもちゃんと食べ物でこう鍛えられるということで、モテましょうでも大体体鍛えてる人ってモテる目的が多いですからね、はい、でもやっぱモテてなんぼですよ。そうですね、モテて抱かなきゃダメですね、はい、ということで何の話だよさあということでね、はい、冒頭でも言いましたけども、うん、やっぱりたりき本願で行きたいなということで、今日はそうなんですよ、はいはい、このスタジオが今どうなってるかってさ、はい、やっぱり見てる人ってほら分からないじゃん、はい、あ、でもそんな広そうには見えないって見えないよ、はい、うん、だけども、そんな広そうに見えないスタジオがさらに今狭くなってる状態でもうね、実は2人がね、ここのそばにいるわけですよ。そうですよ、僕緊張しちゃって、うん、その人にしか見えなくて、この距離に人が立ってるってこと、うん、今までスタジオで収録しててなかったことだから、ないです ね、ゲストの2人がずっとこの斜めからこう私たちを見てるわけでね改めてご紹介しましょうかね、はい、今日のお二人でございます。 SNS でご覧になっている方はもうご存知の方も多いと思いますけど、はい、私の一押しゲストでございます。ご紹介、一押し藤木エイエ&全豪くんのお二人です。よっ、お願いします。どうぞすごいインパクト強いな。いややってまいりましたよ。すごい、ね、もう来たら誰かすぐ分かるこの絵面はすごいよ。これめちゃくちゃ豪華ですね。今までいろんなゲストを迎えましたけど、2人っていうのはなかなかないし、このインパクトのある2人ねせっかくなんでまあ紹介するも何もね、はい、分かる方は分かるのも、しかもリトブリサタでご覧になってる方は比較的年齢層高い方が多いから、うん、そうですね、これで誰のモノマネやってるか分かんない人はいないと思います。いないです。タカ&トシさんのモノマネ。違いますよ違いますで、しかもこっち側がトシじゃないですか。違います分かるじゃないですか、もう BG4 さんのね、もうです、モノマネ、もうご本人に公認もちろんいただいております、はい、ね、一人一人それぞれが公認ももちろんいただいてて、はい、それぞれがまた一人一人と交流も持ってる、はい、ね、仲もいいわけでございます。そうなんですよ、こうやって見せてもすごいけど、はい、うん、やっぱ一番すごいなと思うのは、うん、SNS 上げた時の反応がすごかった。反応がすごかったということは SNS の写真をちょっと見てもらいたいんだけど、なるほど、これ宣材写真かな、はい、これちょっと一枚、これすごくないで今ほら素で喋ってるからこの表情、やっぱりこの写真撮るぞって言った時のこの2人のこの気合の入った顔てかすごい本人にしか見えないよ。本人ですよね、これ。ちょっと遠巻きに見たらね、だってスタッフの方も見て、うんうん、うなずいてますよ、これ。いや、冬木さんと冬木さんの表情の作り方、完璧ですよね、これ。これ、モノマネショーですっつって出てこられても、なんかサプライズで本人が出てきたんじゃないかと思うよね。思いますよ。だそれぐらいいいんですよ。すげえな。もう、だ藤木君が一回ね、ちょっとダイエットで少し一回痩せた。た時があったけど、まあ、ましたね、またちょっと元に戻ってきてくれたんでね、はいはい、ここは今のチャンスですよ、これ。これだって自分たちで見ててもこれはかなりいいなと思いますでしょ。そうですね、なんかね、でもまあさらにね、全豪君のね、うん、場合はパワーアップしてる感じがしますね。パワーアップしてる感じ、やっぱりちょっと細かいんですけども、うん、当時より今の方が髪の毛ないんですよ、はい、本人にそれだけちゃんと寄せてるっていうことで、寄せますね。なるほど、じゃあちょっとワイプ戻してもらっていいですか。これすげえ、なるほど、これで前よりも、うん、今の写真よりも確かにないんだ。ないですよ。まずこの話になっちゃったからちょっといじらせてもらうけど、はい、この髪はよくモノマネ芸人さんカツラを用意しますけど、これは自分で剃ってます。剃ってるんでね。だからこの仕事よりもこのユニットをやるときだけ
剃るわけですよ。そうです。おのおのが別のモノマネ芸人さんだから。あ、そうですね。コンビではないですもんね。コンビじゃないの。はいはい、だからよくね、大体もう一般から見ると、このお二人はいつもコンビでやってるんじゃないかと思われがちですけど、はいはい、ユニットなんで。ああ。これをやるときのみなんでね。だから、剃りたてなのがすごくわかるわけ。すごいわかりますね。うん、だ藤木さんと会うときだけ剃るんですよ。女の子で言う化粧ですよ、もう。あ、女の子で言う化粧なんですね。久々に会う藤木君と会うときにはちゃんと化粧をしなきゃっていう状態で。ありがたい。ね、家でこう剃るわけだ。なんかちょっと例えば気持ち悪いですけど、わかりますね、すごい。わかるよ、でも。だってさっきの、ちなみにあの洗剤の写真のやつ、あれはカツラ。あれはズラっぽかったね。あれズラっぽかったね。あれ剃ってた、あれ。あれズラ。これズラっぽいよね。ズラですね。これズラですよ、ね。ズラだけど、これすごくクオリティ高く見えるのは眉毛のラインなのかな。違う、あの、あれです。このカツラ20万円するんですよ。あ、これ20万のカツラなんだ。すごい、あの本当にあのお分かりの方少ないと思いますけども、うん、カツラは高い、高いですね。あのもちろんあの世の中にはご存知の方も多いと思いますけど、悪意ありますよ、ね、そういう人もいらっしゃると思いますけれども、うん、本当にあのモノマネ芸人も本当に1個ね高いカツラと買っただけで、うん、本当に20万30万とかするのよ。しますね。あのフジテレビのモノマネ紅白かなんかで使わせてもらったカツラとか、はい、これいいなぁ買い取りたいですね、はい、とかで、なんとかなんか東京カツラさんか、はいはいはい、あのすいませんこれおいくらですかねって言ったら、もう普通に2、30万やっぱするんですね。でそれで聞いた瞬間にいや俺はドンキで十分だいやなるよ。ドンキも結構ね最近クオリティ高くなってますからね。でもやっぱ20万のカツラ買えるっていうのはそれなりのね。そうですよ。やっぱり冬木さんの真似してるだけあって、裕福の家庭に育ってんじゃないかなみたいな雰囲気もあるけど。いやいや全然ないですよ。そうなんだ、うん、でも全豪くんって名前がごめんね、未だにまだ慣れてないところがあって、うん、あの冬木さんってイメージになっちゃうじゃない、はい、全豪という名前で、もちろんモノマネ芸人もやってるんだと思うんですけど、はいはい、それはどこから来た全豪なのかっていうのをちょっと聞いて、本名が後ろなんです僕、うん、後ろ、はい、後ろ、前後ろの後ろ、前後ろの後ろに一前ってあるじゃないですか。一前二前、はい、はい、それの善一って書いて、はあ、義和なんですよ。後ろ義和。そうなんですよ。うん、ああ、後ろ義和。で後ろを五に変えて、義、うん、を善にして、なるほど。一が伸びているから善五、うん、になってる。なるほど。そうなんですね。なるほどなるほど。なるほど。で藤君の場合はもう前から知っておりますけど、はい、斉藤実が本名でね。藤井全く関係ないです。実が本名だけど、名前をどんだけ変えたかっていうぐらい書いてある。そうですよ。本当にもう、いやいやいや、あれこれ跳ねないのは名前のせいなんじゃねえかって。よく芸能人やるパターンのやつやり続けて、今藤木 A に落ち着いた状態でね。五木ひろしさんみたいなもんですね。そういうことで、五木ひろしさんも相当名前変えてますから。でも結果売れましたんでね。売れましたからね、結局。でも藤木もまたさらに売れますから、ここから。これからですね。これからですよ。これからの。ここからよ。だってこれからの高齢化社会、絶対にだって年寄りが増えていくんだから、はい、そうなった時に我々が見てた四天王とかを絶対にまたフューチャーしてもらえれば、はい、ここで見れるわけだから。そうですね。だってあの二人を営業で呼ぶことは不可能じゃない。そう、不可能ですね。仲悪いし、おはよう、ほらほらほら、なんてこと言うんですか。見てたらどうするんですか。本当に私あのフジテレビであの何十年ぶりかの復活の時あったじゃない。ありましたね、紅白で、はい、モノマネ紅白、はいはい、あの時に私ナレーションやらさせてもらったんですよ。あ、そうそうそう、ビジフォースペシャルつって私は、おそう、本物だ。そう、本物だ。ナレーションの声私がやったの。そうなんですよ。でね、だからそれとともにビジホーの復活のあの祭りが始まった。わあ、すげえ。今知りました。だからあれを 20年来の中を見たんですけど、リハーサルから。はい、仲悪そう。ほら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 、そう。いや、大人になって仲良くなってるって聞きましたよ。ごめんなさい、やっぱモノマネしてる2人はもちろん仲悪いわけではないんでね。そうですね、まあ、全然普通、あの、すみません、仲悪い話振られて急に固まらないのか。別に仲は全然悪くない。めっちゃもういい、もうすごい悪そうじゃないですか、本当に。体が外しちゃって。いや、でも、本当に嫌だったらね、やらない。やらない、やらない。で、今ちょっとワイプに写真写っちゃってるから、もうこれ見ますけれど、写真ちょっとこれワイプ出ちゃってるから、全豪くんの、やっぱりモノマネ、他にここにやってるって話がちょっとわかるのはこの写真。ちょっと広げてもらっていいですか、このワイプ。ブラマヨの吉田もすごい似てるよね。すごい似てますね、これ。ちょっと悪意あるけどね、これ、うん、ちょっと書きすぎちゃった、書きすぎちゃったね。でもモノマネってさ、言ってもやっぱりデフォルメ、誇張が大事だから、はい、本人よりも多めに書いといた方が、ね、そうですね、そういうことでございます。だからこれもっとフューチャーしていいと思うんだよね。確かに似てるし。いや、それよりもビジフォーですもん。そうだね、今はね、今はね、だから今日はもうどちらかというとこちらを押していきたいという、うん、このね、ここにやってはいるけれども、なるほど、ここにやってるネタはね、後でちょっといじります。あ、だからまずはビジフォーさんのね、これからちょっと2人のユニットを組んでやっていく。見たい。
ね、そういったものを見せてもらいたいなと思うんだけども、うんうん、じゃあネタを一発よかった。あ、見たい見たい。もうベタなパターンでいいんですけど、いいんですか？なんか2人の中で一番こうビジホさんらしいネタがあるんだったらちょっとそれを。まさか見た目だけじゃないですよね。ありますよ。見た目だけじゃないよ。ちょっと立ってやっていいですか？浜田ガクガクじゃないんだから。見た目だけじゃないよちゃんと。ありますよ。見た目ダメですよ。名前を出すんじゃないっすよ。だからいやいや、それ出したのあれも。いや浜田ガクガクは逆に名前出してくれた方が嬉しい。あ、嬉しい。じゃあせっかくなんです、ね、ちょっと立って立ってやる。ああ、立ってやる。立ってできれば立った方がいい。うわ、嬉しい。マイクもちょっと上げてください。うわ、嬉しい。いや、ちょっとですね。初めて。あ、すごい、ちゃんと立ち位置もね。番組でやらせてもらったんですよね。おお。そうだよね。テレビで、俺テレビで見た時も感動したもんね。この二人やった時。いや、嬉しい。ね、生で見れるんだ。じゃあ、絵面がすげえな。豪華ですね。豪華豪華。BG4 さんっていえば、はい、やっぱり洋楽なんで。あ、そうだね。洋楽のモノマネを、はい、お届けしたいと思います。わかりました。洋楽といったら、あのプラターズのオンリーをお届けします。どうぞお願いします。はい、はい。はいって素人じゃないんだから。はいきっかけなんて見切るんだよ。急に言ったから覚えてるかな。いや真面目にやろう。真面目にやろうこれがね、ビジホのね、はいはい、では行きましょう、はい、オンリーユー、うん、この曲知ってますか？だからやるけどね、やる、もう分かる分かる。あのね、グッチさんもやるし、フリキさんもやり合うわけよ。これでね、うん、でももうそろそろね、あのモノマネの人だからもうそんなにいっぱいやんないでも。そう。いや、まあでもこれがもうやっぱビジフォーですからね。じゃあ改めて、はい、お送りしましょう。オンリーユー。うん、あ、そういえばね、いや、大玉さん、二人にあの。一番時間がないって言った人、やりたいじゃない。いや、やりたいじゃない。これずるいずるい。もうちょっとお客さんいたらもっとこう反応があったんだと思うんだけどさ、ずるい。いや、お客さんがいない中でも十分楽しい時間だったと思う。いいな。改めいいな。あ、大丈夫です。4回目は面白くないから。いや4回目、いや地獄の4回目やってみます。今の流れでフライ絶対だよ。でもこれチャレンジって大事なことじゃん。いや、もう時間、チャレンジって大事なのでね、絶対やめてくださいね。これはやれってことで。いや地獄、ごめんなさい、あの打ち合わせにないことになりましたけども、地獄の4回目いきましょう。いや、じゃあ一回リセットしましょう。もう十分だから、もうちゃんと歌ってくれればいいんだからね。そういうことね。じゃあ行きましょう、改めて行きましょうか。じゃあもう一回、じゃあお願いします。オンリーユー、オンリーユー。お前が永遠と続くパターンですこれ。いや、どうしようか、すげえ迷った。怖っ。ナイス東京。怖かった今、普通にどうしようかと思った。もう普通にやって、生でやってることだし、はい、あの段取り通りやることじゃないんですよ、はい、このね、はい、番組は、はい、だからちゃんとここからちゃんと軌道修正していきましょう。改めて本当にいきますよ、はい、オンリーユー、お願いします。オンリーユー、すごい。Can't make this one be right。 うまいわ。Only you。 ねえ、こんなパルセット出ないよ。出ないですね。Can't make the darkness bright。 ねえ。Only you and you alone can free me like you。And fill my heart with love from you。 Only you can make a big change in me。 Always you are myWhen you fall my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and the only you.すごい。いや、叩き欲しい。叩き。これだよね、グッチさん。
すごい最高です。冬っあれずるいわすごい大丈夫です、大丈夫です。ずるいわ、なんだろう、正直歌は、歌も含めてグッチさんがほとんどやってるんだけど、はい、何もしてない冬木さんがどうしても目線いっちゃう。いっちゃうんすよ。あんな目つぶってる、こうやってるだけなのに、すっげえ楽しいもんだって。いや、すごかった。これいいわ、歌もうまいし。正直言うと、ここのやっぱマイクってリバーブとか入んないじゃないですか。あのね、まあまあね、放送局はどうこうじゃなくて、はい、やっぱりこうやってラジオの放送局だから、はい、音楽用じゃないから厳しいのよ。そうなんですよ。なのに生歌で、ね、あんだけ綺麗に歌える人ってね、今までゲストいろんな人来ましたけど、はい、多分藤木くんぐらいよ。藤木さんぐらい。本当に。歌唱力、本当だってボイストレーナーもやってるしね。やってますね。いろんなことやってますんで。オペラとか歌いますからね。本当に。変な話だけど、モノマネやんなくても食えるんだから、ここそうよ、だって、いろんなことができる人でございます。そうですよ。まあ、ということでね、2人はね、いろいろ、まあ、これからも活躍するとは思いますけど、はい、でも、やっぱ今のね、オンリーユーもいいんだけれども、うん、もっといか、他にもいろんなことできるんだよってことを見せとかなきゃいけないし、はい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 、だから本当にその、ビジホさんのね、例えばじゃあ、なんだろう、コピーみたいな形だけれども、どういうショーをやってるかみたいな雰囲気もさ、はい、ちょっと何年か前の映像になっちゃうんだけど、はい、私が勝手にごめんなさい、YouTube から拾った形になっちゃうんだけど、うんうんはい、これちょっと昔の映像だけど、ちょっと皆さんに見てもらおうかなと思います。わかりました。ちょっとね、激にモノマネ BG4 っていうね、 YouTube で動画上がってますね。もし皆さんもよかったら検索してご覧ください、はい、今日はフルでは見せられませんけど、前半だけちょっとご覧ください、はい、どうぞ映像古いけどね、ギター持ってると雰囲気違う。懐かしい。これ何年前だろう。これ何年前かね、かなり前ですけどね、もう10年ぐらい経つ。10年ぐらい前かもしれないですね。ね、髪の毛まだある感じですね。まだここまで剃ってないです。剃ってトレーニングだったんですよ。ちょっと若い子には 何の歌やら分かんないと思うけどね。ただのゲットレーディー。やるこれ、ね。やるヒョウさんやるやつね。この合わせる感じね。最後合わせる。私が見ての通り。グッチ・ユーザーです。反応良かった。反応若いですね。2人とも若いよね。ただのハゲです。あ、これはあの幻の、これはもう、いい編集。素晴らしい。うわ、懐かしい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今俺ヒットバレルに来てる気持ちになった。ねえ、本当ですね。今はなんかヒットバレル。ほら。トランペットをちょっとね、練習していたんで、僕があの、これは、あ、トランペットできるんですよ。すごいすごい。本当にすごいね、やっぱ芸達者だね、みんなね。うまい。これだって実はできないからね。できないですね。オリジナルですよね、うん、だから本人できないことをこの2人のユニットだったらできるっていうのは強いと思います。しかもここは秋まで、そう、秋まで来てるの。いや、このパターンかよ、これ。お前も撮ってくださいって言ってるみたいな。撮ってほしいんじゃねえかよ。あのプラターズのオンリーギョーザ。じゃあこれをやったんでここまででいいかな、はい、ありがとうございました。いやでもね、いいね、すごいな。10年前、10年ぐらい前ですね。それぐらい前ですよ、うんうんうん、どうなんだろう、10年前の映像と今とどっちがいいんだろうな。一番いいのはさっきの宣材写真だよね。さっきの宣材写真。ただやっぱり今の方がいいんじゃないですか、ね、俺もそう思う。今の方がいいと思う、はい、だから今は絶対にまた、はい、新たにさ、はいはい、押していく時期なんじゃないかなと思う。だから動画とかもね、はい、結構撮ったりしたんで、 そうですね、そういったのもどんどん世の中にやっぱり浸透させた方がいいよね、うん、浸透絶対そうですね。見てもらってなんぼだからさ、はい、そうですよ。だから SNS とかもどんどん上げた方がいいですね、はい、だから藤君はさ、自分の SNS 結構上げるけれども、はい、これからちょっと BG4 のネタをどんどんね、うん、藤木デカばっかり上げてる場合じゃないですね。あのドラマばっかりね言ってるの。藤木でかばっかりあげるけども、姫さゆりちゃんとのばっかりあげてるけど
やっぱりこの BG4 をもうちょっとフューチャーした方がね、フューチャーしてもらって、はい、いいんじゃないかなと思います。まあ、チャンネル一応ね作ったんですよね。チャンネル作ったんだ。また新しいアカウントで BG4 チャンネルっていう、ね、へえ、そうなんだ。いろいろ細かいネタをですね、はい、アップしていこうということで。なるほど。藤木さんは全然 BG4 に興味ないんです。いや、藤木デカに興味あるんです。監督やってる。全国君としてはもっとこれをやりたいのに、藤木はちょっとたまにそっぽを向いてしまうと。そんなことない。なんか自分だけちょっと新しいネタをなんか新しく、藤木デカとかやりたい。そうです。藤木デカってそもそもモノマネでもなんでもないから。藤木デカはもうドラマと映画です。ドラマね。私が監督で撮ってる。監督で撮ってるね。はい、そうなんですか。そんな藤木さんのために、はい、未だに会うときは撮ってるんですよ。会うときはね。化粧してるんですもんね。ちゃんと。藤木は違う方向に今向いちゃってる時もあるけれども、会うときは必ず剃るというね。だって髪の毛をだってこれやっぱ剃るってさ、やっぱり。かなりの位置、うん、ね、やってプライベートもこれでいなきゃいけないわけじゃない。プロがすごいですよ、プロ根性が。そういうことなのよ。だから普通だってさ、あの若い頃じゃない、だってあれってまださ、はい、一番ちょっと遊びたい、ね、モテたい、遊びたい、髪でモノマネ芸人やってますっつって、はい、やっぱモテたいから入ってる人って多いわけだ。多いですね。で、もともとも実はルックスいいのにもかかわらず、うん、ここの髪にしたっていうのは、うん、それなりに自分でやったのか、うん、やらされたのかというとどっちになる。あ、なるほど。それはやっぱりあるじゃない、やっぱり結構の、うん、この業界だと、うん、間違いなくて、ね、だってケンタだって私が結構アドバイスした足なこうしなとか、そうそうそう、結構やってるじゃない、はいはい、そういう人はなんかいたとか。こんな話初めてなんですけど、うん、実は、うん、あのそれって言ったのが、あ、それって言った人がいたのね。いたんですよ。あ、ごめんなさい、いいのかな、これ。ちなみに誰がそれって言ったんだろう。ツートン青木さん。触れないようにしましょう。聞いといて。いや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 。いや、あのこれ、モノマネ業界にも触れていい人と触れちゃいけない人。いやいやいや。じゃなくて、私はすごくツートンさんをリスペクトしてますし、はいはい、私個人的にツートンさんとも本当にうちのオープン当初よく遊びにも来ていただいて、はい、すごい可愛がっていただいて、はい、真鶴のね、はい、おっかない人です。そうじゃない。おっかないいい人ですね。おっかない、本当にいい人です。ちゃんとして、私にとってはいい人ですよ、もちろん。でもまあ、それがなかったら、だってそれも結果的には今はだって、うん、それ取ってるんだから。そうなんですよ、やっぱりアドバイスですもんね、感謝してるんですよ、ね、はい、それは何か事務所か何かでやったの、そういう風にやってみなとか。きっかけが最悪なんですよ。でもきっかけは何か、三重県の大ホール、はいはいはい、あ、営業で大ホールでやる、三重ではないけどね、三重ではないけど、うん、で大ホールで、はい、前室みたいなところがあって、はいはい、わかりますよ、控えみたいな、ね、で藤木さんと打ち合わせをしていた時に、うん、はいはいはい、もう出番30分前くらいですよ、うん、30分前に、はい、はい、須藤さんがいきなり、須藤さん来て、髪の毛もう伸ばすなっつって、意味わかんなかったんですよ。いきなりそれで今怒るみたいな。三十分前に、ね、髪の毛もう伸ばすな。モチベーション上げていこうじゃないかっていう時にね。髪の毛伸ばすの禁止で出たんです。いきなり言われるから意味わかんないじゃないですか。うん、はいはいはい、いや、じゃあまあ一応カツラ使ってるんで、はいはい、つって、もう伸ばすなっつって、えー、っつって、うん、バリカン持ったんですよ。うん、ってなって、うん。犬とかじゃないからね。トリマーじゃないからその場で剃るっていうのもね。それで、で藤木さんを見たら、はい、藤木さんも、うん、前後剃った方がいいよって言うんですよ。ちょっと待って、悪いやつがいたな。ちょっと待って、うん、後押ししたってことだよね。ああなるほど。背中押してあげたんですよ。背中押してあげたね、よく言えばね、うんうん、でそこで剃ったんだ。剃ったんです。30分前にですか。30分前ってすごいよね。だって映画30分前思い出しても分かると思うけど、はい、俺らも結構ピリつくじゃない、なんか。いやもうだってもう何回もお二人こう打ち合わせしながら、そう結構合わせやったり何したり、はい、モチベーションよし上げていこうと、はい、変な話だけどマネージャーですらちょっと寄せないってあるじゃん、俺たちって。そういう時って大事にするじゃん、はい、そうですね。その時いきなり髪の毛それは結構地獄の時間になるよね、はい、なかなかすごい。それでバリカンでそこで剃ったってこと、で実際にごめんそれ剃った時に師匠とかいろんな気持ちあったと思うけど、うん、本番にじゃあ会場にボーンって出た時、じゃあお客さんの反応どうだったか。ちむちゃくちゃ受けました。受けたのか。須藤さんありがとうございます。須藤さん素晴らしいですね。素晴らしい、はい、これが先輩のねやっぱりアドバイスだと思うんだ、はい、本番30分前でもこれは絶対この会場だったら受けると思ったからこそ、そうですね、選択したわけですよ、はい、すごいですね。そこを須藤さん見てますか。今言ったの大友隆二です。前後もそうなってます。前後須藤さんの昔から好きです。藤木さん何も言ってません。まあということでね、はい、まあでもそういうきっかけでこのね今髪型が出来上がってすごいですね。で今この藤木くんも撮ってあれこうやって形頑張ってるということで、はい、2人のごめんなさい最初のきっかけみたいなだけ聞いとこうかな。あ、もういい時間になっちゃったけど、うん、きっかけ、うん、最初やるなんで2人でこうやるようになったのかっていう。最初はね僕新宿のあるショーパブでですね、あーはーはーはー、言っても大丈夫で出たんですね、はい、でそこで全国やってきて、うん、司会を最初やってて、はいはい、でそれで元藤木さん似てるということで最初始めたんですよ、はいはい、で今いろいろあってまた別れて、うん、最近なんでやり始めたんだろうね。きっかけはだからあれです、僕その
司会やってたんですよ、はいはい、で司会できっかけ、あの司会でもやっぱり一個でも笑かしたいっていうのがあるじゃないですか、まあね、ただの司会だけじゃなくて何か笑いにつなげられるもの、一応芸持ちたいという、はいはいはい、で迷ってる時に雄三さんがモノマネのショーのお店の司会をやってたから、はい、そうだよね、やっぱり何か一つでもきっかけあればいいなと思ったら、ゆうぞうくん、あの加山雄三君のモノマネをね、している、ごめん、加山雄三君って言っちゃって、加山雄三のモノマネをしている、落ち着いた雰囲気なの雄三君ね、あの谷系でもおなじみの。が、あの、アフロのパーマを貸してくれたんですよ。で、これをかぶって、ビジーフォー時代の元冬樹って言ってみって言ってくれて、でやったら受けたんだ、むちゃくちゃ笑った、だから本当にさ、ちょっとしたアドバイスってどうなるか分かんないからね、先輩のアドバイスはすごいですね、だから先輩のアドバイスっていうのは、自分が違うと思ってまず一回やってみる、そうですね、今日、リトルサザエ見てる方、モノマネ芸人の人も多いから、はい、これはでも一回ね、自分が違うと思って一回受け入れた方がいいと思いますよ、確かに、例えばその人のことをリスペクトしてようがしてまいが、してまいが、いろいろ客観的な目線って大事だから一回やってみる、そう、モノマネの人って意外とあの先輩のことを信用しない人多いけれども自分がっていう人が多いからね、まあ俺が、俺が多いですからね、この業界は、その当時は本当に自分で逃げると思ってなかったんですよ、そうなんだ、本当に元ゆきさん、みたいな、あそんな感覚だったんで、あでもね、分かんないでもないよね、確かに俺だって自分で自分のことドリカムの中村さんに似てると思ったことなかったもん、ね、気がついたらもうドリカムの中村さんしか言われなくなったしね、めちゃくちゃ似てますよ、見たいね、はい、だから見たいねって言っちゃうわけだから、はい、ただほらはっきり髪の毛それとかがないじゃん、ベース持つとかって、ベース持つだけ、普段からベース持つわけにもいかねえだろうって話でね、だからそういう部分ではね、ちょっと元冬樹さんっていう武器を手に入れたと、ね、でもやっぱりここでモノマネ芸人としても今いろいろやっているというね、状況の中でちょっと後半戦また違う話聞きたいと思います、はい、ちょっと一回 CM 行かせてください、ね、私たちの歯のメンテナンスも含め非常にね、体にとって大事な部分、はい、ね、山手歯科さんの CM でございます、どうぞ。山手歯科クリニックさんをご案内してくれる先生がいます、紹介します、松本さん、はい、こんにちは、松本さんです、オーディネーターの松本です、お願いします、こちらの衛生士が専用で使うケアルームになります、治療するわけではないんですけれども、定期検診にお越しくださった患者様専用の個室になります、全部で6室診療室ございまして、6室、はい、あとこちらも個室になる診療室が2部屋ございます、でも見てください、カメラで映してもめちゃくちゃ綺麗です、ありがとうございます撮影用じゃないですよ、かわいい、え、ぜひ、いつも来てもほんまに綺麗なんで、ぜひ山手歯科クリニックさんに、皆さん、ぜひ足運んでください。お待ちしております。受付ですね。優しい笑顔を振りまいてくれる佐野さんです。先生たちが2人とも来てくれてるので、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。最後、二度もぶったねって言ってください。あ、あれですね。二度もぶった。父さんにだって殴られたことないのに。皆さん来てください。やる勇気ですね。ね、ありがとうございます。今ご覧になってもらいましたけども、もちろん素敵に素晴らしい空間、はい、歯医者さんと思えないホテルの一室ね、そうですね、ロビーからもうホテルの一室に入ったみたいな雰囲気もありますし、はいはい、うん、技術力も非常に高い、そうですね、最新のね、うん、機器とかありますから、やっぱりこう器用な人っていうのは、今最後にちょっとモノマネアムロをやりましたけれども、はい、似てんだよ ね、何やってもやっぱ上手いですね、器用な人は器用、はい、まあということでございまして、街の振りが雑だっただけで、そうそう、今回は一番不器用だったっていうね、うちにとって大事なメンバーです、はいはい、もね、うん、だからお二人もね、歯医者さんとかもちろんプライベートで行く時だってあると思いますので、はい、ぜひもしよかったら山手歯科さん行ってみてください、はい、よろしくお願いいたします、でもプライベートとかさ、全国もう、まあ、藤木の場合はこのままね、別に何も変わらないけど、はいはい、この髪の剃ってしまうとさ、はい、どっか行くたんびにちょっとどうしてもね、ちょっとこう気になられちゃう場合もあるよね、僕ね、さっきのあの歯医者さんの、はい、見させていただいた時にものすごく心が苦しくなるんですよ、なんでですか、なんで改めて言いますけど、僕剃ってますよね、これ剃ってるよね、で仕事のない時は1ミリ2ミリ生えてるんですよ、あ、はいはい、そうか、仕事ない時はここが微妙に生えてるんだ、で歯医者さんに行くと必ず帽子を取らないといけないんですよ、はいはいはい、そうだね、でちょっと思い出したらもう泣けてくるんですけども部屋の中に先生、男性の先生、ちょっと
ちょっと残念な先生、残念な先生がね、で私、はい、で看護師の女性の方、はい、3人だったんですよ、はい、で女性の方が抜けたんですよ、はい、いなくなって、じゃあ先生がいなくなったのを計らって、はい、僕の頭を見て、はい、後ろさん髪の毛がいい感じに生えてきましたねって違うんだよ先生後ろさんとね、後ろさんだからね、あれが一番切なかったですね。要するにここがベースであってこっちをふさふさになってきたと思われてるってことなんだ。だからハゲてると思われてたでしょうね。そうなんだ、はい、だから自分も仲間だよ、仲間だよ、今ちょっとあの看護師がいない間にちょっと僕ら仲間だよっていうことを共感したかったと。辛さわかりますよっつって、そうか、歯のメンテナンスしに行った時心のメンテナンスもしてくれるからそうそうそう、いやー、そう考えたら山下さんに並ぶ素敵な歯医者さんだってことで、そういうことです、よろしいんじゃないでしょうかね。ぶっちゃけこれはどうして自分で切ってるんですか？そうでます。あ、それは自分で剃るんだよ。後ろはもうそうなんですか？はい。いや、大変だよこれ毎回自分で剃る。もうでもあれですよ、歯医者行くってなったら、うん、さっきのあの紹介して、はい、はい、そこに行けば、ぜひぜひ山下さんに行って、で、はい、山下さんも行ったら言ってあげてください、大丈夫だよって。いやいやいや違う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 、これを見てるんだったら分かってくれるから大丈夫ですよ。じゃあコメントの方、そうそう、コメントがですね3件ほど届いております。まずはですね1つ目なんですけども、T 佐藤さんから来ておりますね。ありがとうございます、いつも。はい、リトブリサタデーの大友理事さん、愛木健太さん、こんにちは。こんにちは。今日のゲストは BG2 ということで、久しぶりにソロを。BG2 じゃないんですよ、ね、それは使えない名前なんで、はい、ね、みたいですね、いろいろあるんですよこれね、はい、業界がね、まあ、久しぶりにソロお二人、うん、ネタを披露を楽しみにしております、うん、藤木さんはよくお会いしますが、前後さん久しぶりということで、久しぶりですね、久しぶりに剃りましたからね。やっぱ皆さん知ってますか、佐藤さんは。もうモノマネ業界で佐藤さんを知らない人はいないでしょ。いないですね。こんだけあのモノマネを愛してくれてるファンの人って、一般の人ってなかなかいないから、ね、なかなかいないです、はい、今度だってゲストに呼ぼうと思ってます。あ、いいですね、佐藤さんスペシャルやりますから。あ、いいですねさあそれでは続きまして、みやこさん334213から来てます、ね、ありがとうございます。藤木英一さん、前後さん、お二人揃うの久しぶりですと、コメントが来ております。いや、久しぶりなんですね。久しぶりですね。はい、そして物産さんからも来ております。皆さんこんにちは。グループ活動での活動やドラマ制作などの活動も活発にされている藤木さんですが骨折前はトレーニングもしっかりされていると聞きました。そんな藤木さんのおすすめのトレーニングは何ですか？それとアモーレ橋本さんから、いえいえ藤木といじられる時の気持ちを教えてください。短めでパパッと答えましょう。まあ、まあまあまあ、そうですね。骨折前のトレーニング、しっかりされてると聞きました。そのおすすめのトレーニングの方は何ですか？骨折前のトレーニング、はい、あのビロンビロンとしてね、ゴムのやつをピヨンピヨンってやるトレーニングですね。あ、具体的に名前は名前わかんないから、ビヨンビヨンって雑ビヨンビヨンってあるんだ。ビヨンビヨンです。ビヨン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 ってわかりますから大丈夫です。もう一つ短めです。アモーレ橋本さんから、いえいえ藤木といじられる時の気持ちを教えてください。いや、最高ですね。あ、いいんですね、こういうのはね。もういいよ、それ名前言われてるからね。いやいや、藤木、藤木も藤木でもいいです。藤木でもいいよ、藤木でもいじってくれることはいい。斉藤みのるでもいいですよ。斉藤みのるでもいいですよ。はい。で、そのあの先ほどの宮さんから来ましたね、またコメントが。はい、髪の毛剃った時の映像がツンドさんのショーの時に流れてましたって。おお。そうだ、そうです、そうです。だからビデオ撮ったんですよ。あ、そうなんだ。ツンドさんのショーのあの中でこういうことをしましたって映像が流れたんだ。なるほどね。そこでだからビデオ撮ったんだ。だからもうそれって言ったんですよ。だからですね。ちょっと待ってください。なんで忘れてたんですか。いや、そこまでの曲は。まあまあ、いろいろそういう意味ではね、先輩もちゃんとね、はい、ただ単にアドバイスだけじゃなくて、はい、何かちゃんとそれなりのね、爪痕を残すわけじゃないけれど、ね、ね、意味のある、ね、形で撮ってもらったということで。ちゃんとやっぱり映像を使ってくれる、はい、ツートンさんのショーで流してもらえるってすごいですね。そうそうそう、やっぱね、はい、プレミア感あるじゃないですか。先輩のショーで流していただけるなんて嬉しいですね。その一発目を自分が撮った時の映像ですから、ね、記念すべきですもんね。記念すべきですよ。だって今があるのもね、そういったツートンさんのアドバイスもあるかもしれません。と、はい、はい、ことで、ツートンさん、ここまで上げる番組になっております。はい、そうそう、本当に心から感謝します。そういうことだよ。昔から大好きでした、本当に。はい、もういいよ、だから。言えば言うほどさ、数が増えると嘘っぽくなるから。収めろよ、どこかで。すいません、ごめんなさい。まあまあいいでしょうね。はい、ということでございまして、あの、今ね、はい、だからうちのお店も使って、例えばその映像をね、はい、ちょっとあの、撮影してくれるみたいな、うちで応援したいから、はい、うちの箱使って全然やってもらって構わないよってことで、うん、2人のそのさ、やっている映像とか、はい、なんかこれからプレゼンできるような映像とかも撮ってるみたいなんで、はい、ちょっとそちらを何本かだけちょっとね、お時間がないんでご紹介させていただこうかなと思いますけども、はい、いい、私のピックアップで、はい、じゃあね、音楽の楽しさを伝えるビジホっていうね、うん、映像がありますんで、ちょっとご覧になっていただきましょう、はい、リトモバージョンですね、これリトモの箱でやってるやつ、はい、つい最近ね、お、いい絵だね、うん、アースウィンドファイヤーですね、これマネ音差でやってたやつだね、これいいですね、これご本人登場しましたもんね。This is how I see the space. All your dreams, we can do. Now the way of the world.
あのそっくり最後の顔、最後のあーちゃんときの顔見た。あの表情の作り方すごいですね。もうネタの意味とかもうどうでもいいわこれ。音楽の楽しさを伝える BG4 とこのあーとあんまちょっとごめんなさい、あんまピンとこなかったけど、とりあえず最後の表情良かったからもうそれはこれでいいじゃないですか。いやすごいいいですね。ちょっと2本目いきましょう。気分が変わってしまう BG4。 あこれわかるかな。こう一点さんって、はい、ウガンダさんがいなくなって2人になりましたね。2人でやってたんだけど、はい、その後に入った BG4 スペシャルということで、はい、一人だけ女性がまた入ってきたんですよ、はい、キーボード弾いてる方、その方がこう一点って方で、こう一点の方のモノマネをする方もじゃあ入ってるってことで、はいはい、いいのかな、はい、じゃあ気分が変わってしまう BG4 こう一点という感じでした、ね、ちょっと見てもらいましょう。これこう一点さん知らないと厳しいかもしれないけど、知ってる方にはいた、こういう人、あの目がね、ゴーストゴーストマイロー出てきた。あ、そうそう、やるやるやる。しかもこれあの本物のあのいやタッチタッチです。いい顔するな、いい顔残すね、うん、しかもちょうどショートネタで見やすいですね。最後顔残してもさ、そうやってすぐにこう戻しちゃう人もいるじゃん。ちゃんとこうちゃんと役者だよねそこはね。で藤木君でちゃんと歌をきっちりこなす、はい、でこう一点さんもちゃんと分かってますよね、うん、あのメガネとかちゃんともう見た目とか上手上手、すごいですね。こう一点さんも分かってらっしゃる。ただ本当に私たち世代じゃないとストライクになんないから、これそうですね。20代のこれこれ見しても、ね、意味が分からない。僕知ってますよだって。いやお前はおかしいんです。お前は着ぐるみ着てるだけなんだよ。ほんと羽生譲れないの時に着ぐるみ買ってこう着るの、中開けてみたらおじいちゃんが入ってるの分かる。演歌しか歌わねえんだから普段。じゃあ最後行きましょう、はい、何でも楽器にしてしまう BG4、はい、ね、行きましょう、どうぞどうぞ。やりそうでも。あ、この子の素の顔が見えました。ずるいもん。もうね、私ね、このピッツをピックアップしたんですけど、最後に冬木さんがいい顔したやつだけ残したんですね。冬木さんが最後の顔がいいやつを3つ残したんです。オチがずるいですよね。内容うんぬんじゃないの、うん、最後にいい顔したやつだけ残すの。終わりよければだから。ありがとうございます。いいなぁ。一番最後の冬木さんの表情すごかった。小池さんのちょっとあの素の可愛らしい顔が見えたのもいいね。はい、いいですね。ね、ああいう紛争してる。あの顔いいだね。いや、これすごくないですか。うちのね、この鳥越のスタッフの、はい、ね、高さです。クオリティの声やって残してくれるし、はい、すごい。そっくりだよ。そっくりじゃないですかこれ。でもさ、この素の顔見ればね、分かる人は分かると思うんですけど、はい、今こうやって剃ってますけど、はい、素の顔めっちゃイケメンなんですよ。そうそうそう。あの前後で調べてみて、若い頃とか調べると結構イケメンなんですよ。そうなんですよ。座長、もっと言ってください。いや、これバランス考えないとね。こっちも言ってあげないと。そうです。藤木君もね、実はもともとすごいイケメンなんですよ。そうなんですよ。違う、だってもともとだってハードロッカーですからね。すごいですよ。ヘビメタとかやってたからね。やってましたから。すごいんだから。髪ピンクとかにしましたからね。そうよ。はい、今じゃ想像つかないでしょ。そうです。ヘビメタですよ。見た目前田銀みたいになっちゃったの。いや、前田銀。前田銀なんだよ。言っておかないといけないんだよ、これは。センターに書かれるんだよ。いや、これ前田銀じゃないな、これでも。ね、前田銀よりもさ、うん、ちょっとね、うん、さっき思ったんだけど、はいはい、無茶振りしようのコーナーじゃないけど、はいはい、藤木くん、ここのとこやってないと思うけど、前さ、一番最初にフジテレビのモノマネ番組かなんか出た時に、はい、小川夏美さんに言われたんだっけな。タイガーウッズですよね、タイガーウッズのモノマネ。タイガーウッズ出た時だ、はい。あの時に佐藤 B 作に似てるとか言われてました、ね。言われてました、言われてました。佐藤 B 作、俺やった方がいいと思うんだよ。なんか、なんかできないの、佐藤 B 作。佐藤 B 作。そんな時には、タムチンキパウダー。CM だ。CM だ。タムチンキパウダー、はい、パウダースプレー。パウダースプレー。最近乾燥してるからパウダースプレー。藤君さ、最近ね、俺も年取ったせいで乾燥肌だから、うん、なんかちょっとこの足の付け根とかすごい痒いのよ、うん、どうすればいいんだろう。そんな時はタムチンキパウダースプレー。あ、似てきた、似てきた。あ、すごい。ちょっと上がってきたんじゃない。上がってきた、上がってやってると上がってきますね、これね。すいません、頭痛くなってきた。藤木さん、どうすればいいですか。そんな時はタムチンキパウダースプレー。いや、頭痛は、まあ、頭痛は関係ないと思うよ。この流れ的には。藤木さん、明日の天気が気になるんだけど。そんな時にはタムチンキパウダースプレー。何でも関係ねえじゃん。天気関係ねえしよ。やっぱりコン、やっぱコンビはいいね。コンビはいいですね。一番いい最後のアシストしたよね。そうですね。3回やったら気持ちいい。気持ちいい、3回やったら気持ちいいですよ。どうりで藤木さん、このネタ振られるまで表情硬いなと思ってたんですよ。ドキドキしますよ。なんでタムチンキ、タムチンキパウダー。楽屋でずっと一人で練習して。いや
変な汗出てきましたよ、もう一回言っといた方がいいですか、そんな時にはタムチンキーパウダースプレー似てるもんすごい似てる、声も似てきたもん、似てきました、これ絶対使った方がいいよ、佐藤 B 作を知ってる人の前でね、前でさっきも言ったけど20代の子の前でやっても誰にやってるのか分かんないけど、え、知らないんですか、だからおめえがおかしいんですよ、ね、何回言わせんだよちょっとせっかくだからこの流れでちょっと伊藤敦くんとかちょっと、ああいいですね、だってほらね繋がってるんでしょ今、あそうはい、あの先日ねお誕生日だったお誕生日ですね、じゃあ伊藤敦伊藤敦くん、はい、3、2、1、伊藤敦似てる以上です、すごい似てる、すごい似てますね、もし似てない時とかどうしたらいいんですかそういう時、うん、その時はタムチンキパウダースプレーよかったよかった、左来たんすね、怖いね、今一瞬出ねえかな、出ねえからと思ってよ、危ない危ない、忘れた頃にやってくるから、怖いな、で全国もさやっぱり他にも持ってるわけじゃない、なんかちょっと見たいな、なんだなんか他にできないんだろうから、はい、そんな時はタムキンキーパウダースプレーごめんごめんごめん、いや素晴らしい、いきなり、いやいい返しだったと思いますよ、タムチンキー声全然似てねえししょ太めの声でやってきたからびっくりして今は、まあでもちょっとさリストちょっと 見してもらったんだけど、はい、ピースの又吉さんとかできる、僕ねあれ忘れてきたんですよ、忘れてきちゃった、カツラ忘れてきちゃったみたいな、学会にあるみたいよ、その間にじゃあ CM を箱の中入ってみたいです、CM をその間に行きましょうか、あそうだね、はい、この間にじゃあさすが、はい、ね、名アシスタントの、はい、今愛木健太が言った通りでございます、はい、CM を一本ご紹介させていただきたいなと思います、はい、この絵面で CM ルチエッテさんの CM です、美容室ですよ美容室、美容室ですよ、ちょっと待って、いやいやいや又吉さん早いな、あのルチェンテさんで別にこれ作ったわけじゃないですから、ルチェンテさんに行ったらまた違う髪型作ってくれますから、はいはい、ね、あなたの髪がちょうど今ルチェンテさんで出来上がった髪でございますので、この間行ってきたばっかりなんで、私もやっと予約取れましたんで、あそうなんですね、やっと予約が取れたというぐらいね今ね忙しいお店なんですよ、いやそうです、もう12月の本当にこれはね、はい、皆さん絶対行った方がいい、そうですね、あの私の中では本当に美容室革命起きましたんで、はい、ぜひあと働きたい人もぜひよかったら声かけてみてください、言ってください、ということでございまして、はい、ルチェンテさんの CM の後にいきなり又吉さんってことでうちのねケイちゃんとね一緒に前にやってたところがありますということで、全国他もちょっと見たいかな、はい、何ができるかなと、これ毎回これ見せられる、毎回このねてっぺんが見せられる、頭下げると必ず頭下げるとね結構もう下がボサボサになっちゃうんだ ね、あのルチェンテさんの CM の前にこれだったからちょっと、どうしようかな、吉田さんじゃなくて、あ吉田さんちょっとさっきの見たいな、あ確かにブラマヨの、はい、ブラマヨの吉田さんとか生で見るとどんな感じなの、やっぱりあのあ似てる、あ似てる似てる、どういうことやねん似てる、あ下ださ、すごい似てる、すごいわ、このとっさにこんだけ似るん、確かに、ね、絶対これからもうちょっとこれいっぱい動画とかも出した方がいいと思う、だってうちのマネージャーは写真撮るって珍しいからねこれね、藤木さんの後もうちょっと太って髪の毛抜けば小杉さんできるんじゃないですか、ああね、二人でねブラマヨもできるかもね、髪の毛抜かなきゃいけない、お互い抜き合うってね、お互いのためにお互いが抜くっていう、お互いがいつもカツラ被るみたいな、いいコンビじゃないこれ、いやもう仲のいい、最高のコンビだよこれ、仲のいいコンビですよ本当に、ということで、あとは何かな、コカドさんも見とこうかな、時間、コカドさんいいですね、コカド健太郎、ロッチのコカド健太郎さんですよね、うん、ってことは、あの藤君が中岡総一郎できるようになる、そういうことでございますよね、今度伸ばさなきゃいけないって、はい、微妙なんですよ、中岡くんどこ行ってんだ中岡くん、あーこういう感じ、はい、じゃこの流れでニコラスケイジってのみたいな、ニコラスケイジニコラスケイジニコラスケージいいなニコラスケージ、これはねこれはいいわ、ちゅうかあのブルースウィルスのそっくりさんいたでしょ、ありましたね、プチブルース、プチブルース、はい、あれを超えるんじゃないかというねいやニコラスケージ、ニコラスケージはちょっとなんか動画とか撮ってほしいね、なんかね、欲しいっすね、あちょっと待って藤木ケージがいるじゃないですか、藤木ケージのあの動画に特別出演で、このニコラスケージ、ニコラスケージね、ニコラスケージ対藤木ケージね、じゃあオラフの一言ってもらっていい、オラフ、オラフ一言じゃない、オラフ、オラフ、おらせが増えたよ
顔がちょっとね、見せる。ずるいなぁ。ずるいわし。あと1分前になっちゃった。あっという間だったなぁ。早いわ。じゃあ、まあね、またこういう機会があったらね。こういう機会作りましょう。はい、また作りましょう。はい、ね、あの2人でさ、絶対これから年末年始って忙しくなってもらいたいと思うし。そうですよね。うん、ていうか、まあまあまあ年末年始じゃなくてもね、来年はまた飛躍の年にしてもらいたいな。はい、そうそう、だからうちはうちでもちょっといろいろフューチャーしてどんどん宣伝はしますし、はいはいはい、で何か宣材とかあったら送っていただければこの番組の中で流すこともまたできるし。そうですよね、やってほしいですよ。これからのなんか活動予定とかあったら。ないです。ないです。そういうことなんです。今これが現実だからね、やっぱり皆さん。そうなんですよ。モノマネの芸人さんみんな困ってますから。どうですか、おじくんは。ないですね。ないんですよ。ね、今日はこの後はちなみに。この後はね、はい、あるところです。あるところにね、ちょっとお仕事はいただいてるということで、まああります。宮の JJ 行くんでしょ。通称正直 JJ がね、宮の JJ にやってくるということで、ね、我々と仲のいいお店、はい、ね、でもでね、頑張ってくれてるみたいでございますので、はい、よかったらそちらの方で。あとはリトモの方ですけども、はい、今日ももちろんこの後、今日ももちろんこの後私出演しますので、はい、リトモ、はい、今日は一発目が7時半ですね。7時半ショータイムでございます。2回目が10時半10時半。昨日も本当に満員御礼いただきました。本当にありがたいことです。まあもうリトモ満員御礼で、はい、まあ本当にあの楽しいお店でございますんで、はい、ね、また今度2人にもね、はい、あのそれぞれじゃなくて、はい、2人のユニットとしても1回リトモにも出てもらいたいなと思いますので、ぜひお願いしたいなと思います。はい、さあということでそろそろお時間が来てしまいましたけど、はい、最後に2人からなんかコメントもらってなんかお別れするのもなんなんでね、はい、やっぱちょっと最後藤くんにちょっと締めてもらおうかな。そうですね、どうしようかな。佐藤 B 作もいいんだけど、はい、どうかな。じゃあダウンタウンでモノマネで最後締めてもらっていいですか。はい、結果発表リトブリサタデー、まあ、来週もよろしくお願いします。さよなら。何のタムチキタムチキパウダースプレー